こんにちは。本の旅の案内人荒川典子です。日本にとって一番近いお隣の国はアメリカ。それも韓国ですよね。つい数年前まで韓国のドラマが大変流行しまして、たくさんのファンの方々が起こり。残り韓国ブーム韓流ブームというのはありました。そのことを通して韓国がもっともっと身近に感じられるようになり。 実際に韓国を訪ねていかれた方々も多かったかもしれませんでも今の私たち日本人にとってはこの韓国の歴史というのはほとんど知られてないと思います日本と韓国の狭間に存在するいろんな歴史の中には特に近代に至るそして現代における日韓関係をきちんと知ってそれを 理解し、お互いが手を取り合って世界に貢献していくそのような道を歩んでいただければと思います。今日ご紹介しますこの日韓キリスト教関係試論戦はそういう点で日本と韓国の歴史的な問題をキリスト教の視点に立って注意深くそして丁寧に考えたご本です。そういう中で、えー、論文でした。 あるいはシンプルビ発表されたことそういったことも収録されております今日お越しいただきましたこの著者の先生それはソン・ギョンミン先生です先生は今日本の明治学院大学の教授として若い人たちのご指導にたっておりますそれでは今日これからソン先生と一緒にこの本の旅を一緒に始めてまいりましょう 今日はこの本をお書きくださいましたそう、ジョンミン先生にお越しいただきました先生こんにちはこんにちは,はよろしくお願いいたしますこちらこそどうもよろしくおいします1、はい、9 5年、韓国ネグ生まれ四世大学進学科同大学院博士課程を修了同医者大学にて進学博士、学位取得四世大学教授 明治学学院大学平教授韓国キリスト教歴史学会会長を歴任現在は明治学院大学教授同大学キリスト教研究所主任教授として教鞭をとっておられます今日の「本の旅日韓キリスト教関係誌論戦」は戦後の日韓の歴史において両国のキリスト者が果たしてきた友好と前輪への努力とは何か講演論文 学術シンポジウムの発表文インタビュー対談などをもとにキリスト教という視点によって日韓両国の近現代史を突き明かした一冊ですあの先生のこのご本を見ましたら表紙のカバーに古い写真がたくさん掲載されていて、ね、なんかこう激動の時代というように <laughs> こう感じさせるご本なんですけれども、はい、まあ日本にあの キリスト教が伝わったのもうずっと昔の1549年あたりというふうに教科書では学びましたけれども、ねはい、はい。えっとプロテスタントのキリスト教が伝わりましたのはそれでもまだ150年ほど前、そうですね。ということなんですね。うん、まあ韓国に先生プロテスタントのキリスト教が伝わったのはいつ頃のことだったんでしょうか。はい。あのー、やはり韓国はカトリックも日本よりは ちょっとこう遅くなりました200年ぐらいですねです遅くなって、はい、あけれどもですねプロテスタントも少し遅くなりました、はいはあ、ですからそすかこれから130年ぐらい前にですね、はい、日本よりは20年30年ぐらい遅くなったと思いますけれども、はい、1880年代になるほどアメリカからの福音主義の選挙士たちが韓国に到着して もちろんその前にですね韓国人自身が満州とかですねそれこっちの日本にもですねイ・ス・ジョンという方が日本のクリスチャンたちの関係でですねキリストを受け入れた記録もあります。ですからもうそれが大体1880年ですから80年どうですからやはりこれから130年ぐらい前です。 まあ日本もそれから韓国もやっぱりアメリカからの宣教師の先生方によって福音があの伝わってきて大体宣教のルーツというのは同じところにあったかなと思いますけれどもそれでもそれぞれの文化や歴史に対してキリスト教を受け入れるという点から言いますとここ人々の雰囲気ですとか心構えとかそう,、ね、そういうのが少しこう、うん 異なっているのは,あるいはそれはもう当然かもしれませんですけれどもですねそ,すその辺りのところ少し先生、ね、大変興味深いところですが、はい、お話しいただけますでしょうか、はい、基本的に日本は、はい、あ韓国よりはちょっとこう何というかなこう 近代化のこう、はい、プロセスがですねちょっと早めに自分の国をオープンしたんですねですからキリ,ストがもキリスト教がもうちょっと早い到着したのもそういう関係ですあなるほど、はい。でも、えー、日本の政府が一番気になったのは、えー、西洋の文明欧米の文明は受け入れるんですけれども、えーえー、キリスト教はちょっと嫌だキリスト教はちょっと警戒心を持ってみたんですね。うんうんそう それが何かキリスト教を受け入れると日本の独立的な精神それがちょっとなくなるんじゃないかなっていうそういう警戒心があったんです。ですけれども日本の一部のエリートたちですね彼らはやはり日本が新しい時代を受け入れる場合にはキリスト教必ず必要だ。ですから選挙士たちのおかげもありますけれども日本は日本人自身が。 あのいろんなグループを作ってですですから普通日本のキリスト教の歴史を我々が言う時ですねはい、はい、熊本バンドとか横浜バンドとか札幌バンドいますよね、はい、それが日本人のグループです。はい、でもそれを比較して韓国朝鮮半島はですねやはり伝統的なものをそのまま守ろうっていうそういう保守的な雰囲気がもっと強かったんですから。 やはりもうキリスト教宣教師が宣教するっていうのはありえない状態だったんですその前にカトリックの地の歴史<っ>いわゆる地の純漁の歴史があり,、はい、ありますよねですからプロテスタントも本当に難しかったんで,すっでも一部の積極的な韓国の普通の平民というか<っ>民主たちというかはい、はい、その人々が何人かが満州に行って。うん 中国のの北でそこにいてイギリス宣教師を会ってそこから福音をもらってそれハングルで聖書を翻訳してそれを持って自分たちが朝鮮半島自分の国にですね転突するっていうそうう奇跡のようなそういう歴史があります。宣教師自らが入っってていとうよりは それでもう一人のイスジョンというもうヤンバンですよ彼は貴族ですけれども彼は勉強のために日本に来たんですけれどもこの西洋文明の勉強をために日本に来たんですけれどもそれよりキリスト教の福音がもっと大切だっていう感激を受けてそれで日本で戦意を受けてですねキーチャンネルになったんです。 ですから一人がうあの日本にいるアメリカ選挙士たちの協力を受けながら、はい、ハングルで聖書を翻訳したそれが最初の韓国の選挙士であるオンダウッドとアペンジャラという選挙士たちが、はい、日本によって朝鮮ったり最初にいたんですね、はい、その時イスジョンが翻訳したハングル聖書を持って、はいはい 言ったんでそれはもう韓国のキリスト教の歴史の中でもう本当に世界の唯一なですほとんど聞かない内容ですよね普通は宣教師が自分で翻訳を言葉を覚えてそして苦労しながら翻訳してお言葉を伝えるということがありますがそうですかじゃあ神様は前もってそういう韓国の器を備えてそしてハングルで。 はい、聖書を学くようにさせて皆さんわあこれは素晴らしいですそのあたりから神様はもう祝福が豊かに韓国に注がれたと言ってもいいですね,そうです,ねうそうですか、はい、そうですかそれであの。 先生ご自身はどのようなご家庭で生まれてどういうきっかけでイエスキリストとのお出会いがあって、はいね、クリスチャンになられたか<う>そのあたりをちょっとお話しくださいまちょっと難しい話ですけれども、はい、私の友人がですね、はい、父親母親全部クリスチャンでした、はい、そうですかこれは素晴らしいですね<の>クリスチャンホームにお生まれになられてうで,、ね、でも、うん、私自身はですね、はい、高校時代まで 少しこうなんか教会との距離を作ってですね、はい、ですか何かちょっと、うん、ちょっとなんかこうでそれは何かこうあの両親が教会に行きなさいと勧めてもあんまりちょっと行きたくないと思いがそれもあるけれども、はい、こう自分自身の経験からですね、ええ、私ちょっとこう障害があります。うん、でその障害が いつも父親と母は神様の特別な設理愛があるからあなたがこういうふうに体が不自由だよっていうふうにおっしゃったんですけれどもそれれを受け入なかったんですよなんで神様は自分自身をと他の人より特別な愛するのにこんな苦しみを僕に そういう何というか,ああうかこういう心がありまして、はい、今はも恥ずかしいんですけれども、えーえー、で、えー、いつかですね、うん、それが、うん、あの内部の信仰のあたりでですね、うん、解決されて、うん、それでもう,う大学をですね、はい 四世大学の神学部にこれからちょっと神学を勉強しろしょしょというそういうプロセスがあったんです。で、ちょっとダイナミックというかそういうことが私の知識の中にあります。そうです。だ、えー、からクリスチャンホームでお育ちになりつつ <laughs> 教会にこう積極的に行くということができなくなってしまった時代をそれでも見事に乗り越えられて。そ,ね、それです神様の めぐみですみそそ。それはいつ頃ですか。まあ、それは高校二年,年生頃ですね。<ー>やはり、えー、はっきりあの進学部に行くって決めたのは高校三年生の時そうでしたか。そうでしたか。<ー>じゃあもうその頃からあのこの神様のお言葉に使えるというそういう思いが 強く終わりだったんで、ね。そうですね。まあ、でも、いつも足りなかったんですよ。あい,えいえいえ、いえ、いえ。あの、先生、そういういろんな、あの、まあ、進学部に入られても。はい、いろいろ専攻科目があったと思うんですけども。はい、そういう中で、あの、どういう経緯で、あの、日本と。 韓国のキリスト教の歴史を研究してみようという思いになられたんでしょうか。はいはい、そのあたりをちょっとお話しくださいますか。そうですね。はい、あのまあ進学ど分野がいろいろありましてですね。えー、でも最初から僕は歴史が大好きだったんです、はい。そうだったです、うん、ですから歴史神学を勉強しろってしようっていう、えーえー、そういうそういうあのちょっとこう決心というか、はい、そういう興味があったんですね。そう それで歴史の中でもですね、はい、もちろん遠いところの歴史も面白いんですけれどもやはり我々の我々が生きているこの現場韓国隣の日本そういう現場の歴史そこでキリスト教福音がどういうふうに受け入れてどういうふうな歴史のプロセスが まあ、進行したか。それが一番最初から興味があったんですよ。ですから、時々私の,あの先生のお一人先生は、あなたをなんか一生懸命勉強するために、聖書学あるいは、あの、組織進学なんかを勉強し,してくださた方がいいんじゃないですか。そういうふうにおっしゃったんですけれど、僕はもうその時、先生にですね、福音より韓国が重要ですよとかね、とんでもない。 話ですけれどもそう言いながらですねやはりあのちょっと難しい言葉かもしれませんけれどもテキストも重要ですけれどもカテキストとカティスよだそうですそういうところから歴史を勉強するということが決めましたそれでやはり韓国のことを勉強するためには いろんなこう歴史的な密接な関係、はい、切っても切れない関係がありますよね、はいうん、この日本のことを研究しないと連結ができないのと、えーうん、ですから日本に留学することを決めてそ,うで、はい、それでもう25年ぐらいの前のことですけれどもあ,あの京都にある、はい キキトキ大学ですよね。投資者大学に留学して、はい、それはあの遠征大学を卒業なさってから、もちろんもちろんそうの後<ー>です。です,ですからすかあ,あのトーニャキという投資者、はい、今亡くなりましたけれども。えー あの歴史進学の先生の元でですね。のこの日韓の、日、はい、韓のキリスト教の歴史を研究することになりました。そうでしたか。まあ、そのために日本語も学ばれて。日本のコンテキストの中での、であ、いえ,いえ、先生、先生、とんでもありません。<笑><笑><笑>あ,あ、でも、素晴らしいですね。すはい、まあ、あの、韓国と日本の歴史というのは、あの、古い時代から。 つながりがありりあますけれどもで,、ねはい、でもやっぱり1910年でしょうか日韓併合という大変心の痛い、はい、大きなあの歴史の事実がありましたけれどもそ,、ね、それに対して、うん、まあ日本のクリスチャンたちがですね韓国の教会に対してどんなにあの、まあ、失礼という言葉ではとても表現できない、はい、あの心を痛,痛むそういう思いを あのさせてしまわれたそ,、ね、そしてあの本当に大きなあの悲しみと嘆きをこうもたらしたという点では、まあ、私たちはもういつそれを思い出しても大変申し訳なかったと思うことでありますけれどもこういう時、まあ、じゃあ日本のクリスチャンたちは国家に対してはどういう思いで福音宣教に当たったんだろうか。うんはい、日本人にととってのの愛国心というのは一体 あの神様の真理とこう照らし合わせた時にどういうこととしてそれをそ、ね、あの受け止めたのかなってい、はいまあその辺りの理解の仕方ががこれからの,あの日韓のクリスチャンとしての歩みを共にしていくという点でも、はい、やっぱりそこにしっかりと、はい、あの立って考えてみなきゃければならないことだと思うんですけれども、ねまあ、先生はその点に関しては。 はい、どのようなお考えといいますかぜひこうやってほしいというふう深い深い思い、はい、今おっしゃった内容がです、ねえー、一部がこの本の中にもありますけれどもイスジョンが日本に来て、はいえー、キリシャンになった1880年代までは本当に日韓の関係が、はい、キリシャンの関係ですね それは本当にもう仲良くというか協力関係でですね基本的に韓国のプロテスタントキリスト教が出発するそのベースがですね日本のキリシチャンたちそういう共同体から出発したっていうふうに言えるんですよ。でもどん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 日本の中の雰囲気が変化しましたそうですねやはり日清戦争それから日露戦争ですよね。 その時から特に歴史的な事件ですけれども1891年ですけれども内村勘定が内村勘定先生が岸ャンとしてですね伝統の教育直後に対してこれを崇拝するのがそれはありえないそうですそういう表現したんですねいわゆる事件いうがありましたその事件以降日本の世論がですね 完全に変化があって、うんうん、じゃあこのキリちゃんグループは非国民だと、ね、国民でもないんだと、もうん、ちょっとこう言えるかどうかわからないけれども、キリちゃんグループをこの日本の社会の国家社会の中でいじめするっていう、はい、そういう雰囲気でした。そ,うですね、そのの、時、もちろん歴史のこう こう歴史のカンテクストの中で我々が突するか自信がもうないんですけれども、うん、その時の大部分の日本のキリシャンエリートたちがですね「うん、じゃあ我々そういうキリスト教、うん、キリスト社としてのアイデンティティを持って、うん、こういうプレッシャーをちょっと乗り越えると、うん、そういうなんか抵抗というか準漁的な信仰があればよかったのにですね。えー そんなものではないじゃないですか。えー、難しいんですよね。です,ねですから、はい、普通、あの時の日本のクリスチャンたちがですね、とにかく日本の国家の政策に協力して、 それで少しでもこの日本の社会の中でキリシチャンたちのアイデンティティをもうちょっとこうアップする。そういう目標をですね、うん、メジャーしていたんですよ。うん、その目標の一番重要なあのクリティカルポイントは、はい、重要なポイントがやはり日韓関係。朝鮮半島を日本が植民地する。はい、その時、じゃあキリシチャン同士たちがどうすればいいかな、うん、ということです。です,ね、ですから大部分の その時のキーチャン指導者たちは、日本の国家が植民地する、朝鮮半島を植民地するとき、協力しようっていう、そういう流れが出てきました。その時大きなものはですね、いつもその時、日本の国家社会が朝鮮半島を植民地にするとき、じゃあ我々がどんな名分で、 うん、どんなあの理由で朝鮮半島を植民にしなければならないかと<れ>、そういう理論が一番欲しかったんですよ。えー、で、クリスチャングループがですね、それはもう今のところから見ればとんでもない話ですけれども、えー、じゃあ朝鮮半島は昔々、神様がもう日本のものとして決まった。それ、約束の字だと。えー 聖書をメタポーをそのまま使って、はい、この朝鮮半島は日本に神様からもう決まった設立の中での我々の分だと、うん、そういうふうな理論をずっと書いたんです、うん、今のとこ今現在から見ればですねちょっと残念な判断ではないかとそう,です、ね、そういうことになります。はいはい まあ、あの先ほど先生が内村勘三先生のことを述べられましたが、はい、先生ご自身はその内村先生の,その,あの発言したことに対してはどういうふうに受け止めて、はい、あのそれをまあ歴史的なキリスト教の,あの福音宣教ということから見て、はい、受け止めていらっしゃるんでしょうか、うん、こののの本にもも出るんんですけれども、えーえー、内村先生の思想、はい、彼のおいろんな活動が 私の日本のキリスト研究の第一課題だったんですね,です,ねですけれども、はい、内村勘定という先生の子孫はですね、はい、実は第一愛国者ではないかと思いますですから、はい、普通内村勘定先生をその時の日本のキリシャンたち、はい、他,他の人々の一部はですね、えー これは本当に日本に裏切り者だっていうふうに批判があったんですけれども、うん、父は内村鑑三は二つのジそうですね、ジャパンとジェジュスですね。それが内村鑑三先生の始祖の真ん中に、えーうん、それがですから内村鑑三先生の始祖っていうのは。はい 日本と聖書、日本とキリスト教を一緒にする最高レベルのキリスト教思想だという思います。そうです。ですから、彼の思想は今までのですね、今までもですね、日本でも韓国でも大きく尊敬されてですね、彼の思想はまだまだ生きている思想ですけれども、特にですね、内村勘定が 活動するとき。もちろん一部の人々は無教会主義っていう批判もあるんですけれどもですね。はいはい、韓国からの、まあ、宇宙な教え子たちがですね、はい、内村先生のもとでずっと勉強しましたあ<ー>、まあ。韓国人は名前で全部知ってる、金教神とかですね、はいはい、ハン・ソコンとかですね、うん、有名な有名なキリシタン思想家たちが、はい、全部内村感情の弟子さんたちです。 で彼らが感激して内村先生、はいうん、植民地の時代ですけれども、ええ、内村先生の,、はい、あのから思想を学んで勉強したかっていえば、うんはい、実は内村先生の愛国心を勉強したって、はいう。ですから内村勘定先生の桐ちゃんとしての愛国心と、はい その時、同じ時代の他の日本人の愛国心とはどういうふうに違うか。そうですね。それがポイントですね。そうですね。そこが一番大事なところですね。うで,すうん、ですから、他の人々の愛国って言えば、日本、うん、日本第一主義ですね、うん。はいはい。日本だけ見えるんですね。うんうん、でも、内村勘定の愛国心というのは、内村勘定先生は、はい、日本人は日本が第一。うん、朝鮮人は朝鮮が第一。はい アメリカ人はアメリカ人が第一。アメリカが第一。そういう、それぞれの自分の民族、自分の国と自分の信仰を連結して、お互いに尊敬するそういう立場ですそうですね。ですから、それが、その極民人の青年たちには、本当に本当にもう尊敬しなければならない。そういうことで、特に内村先生は、金魚神とかソコンがですね。 朝鮮,朝鮮を愛してるのをそのまま認定して、ええうん、あなたたちがそういうふうにしないとあなたたちはキリちゃんでもないっていう、うん、そういう教えがあったんですからそ,かそれ今も各国で、はい、一番こう有名な日本のキリちゃんにしそうとして、はい、まだまだ生きているんですそうですかそうですか、まあ、その点はとても嬉しいことですね。そそ,それこそあの本物のの国心というのが 何であるかということをしっかりつかむということが、ねうんうん、やっぱり歴史を築いていく上ではそれぞれぞの国にあって大事なことだといまあ,あのそうやってキリスト教が入ってきますと、はい、やっぱりあのミッションの団体が素晴らしい、はい、先ほど先生がおっしゃる同志社大学の設立ですとか、はいうん、それこそ今先生が教えてらっしゃる明治学院大学の、はい、そうだと思いますけれども、はいうん、やっぱりそういうあの教育の立場から教育の立場から 若い人たちをしっかりキリストにあって育てていくということは。はい ととても大事だったと思うんですがしかし創立の時の困難さというのもうま,ま,またとっても大変だったと思いますけれども先生はそういう中であの同志社大学をお選びになったという、はい、何かきっとあの理由が悪いだと思いますけれども先生が過ごされた同志社時代のこと、はい、あもし何かあここはとても困難だったというところ、はい、あのお聞かせいただけたらと思いますが。はい、そうですね、うん、基本的に 日本のミッション、日本のキリスト教選挙の、はい、あいろんな歴史を見るとですね、はい、やはり一番強かったのが教育の部分です。はいですね、今も普通日本は、うん、あの、全国民のキリシトちゃんパーセンテージが0.8%しかないっていうふうに、はいはい、ちょっとこう、弱すぎるっていう。寂しいことです。何と,とも、ね、神様に申し訳ない。はい 思いすでも僕は大学でもですね、えー、あちこち言う時ですね、えーえー、簡単に日本のキリスト教をそのぐらい見るのはちょっと一部だけだと。うんうん、例えば今の日本の私立大学、うん、私立教育の中でですね、はいえー、半分次回がキリスト教系です、うんうん、ですから日本のミッションの,あの結果っていうのは。うんえーはい まだ教会は弱いかもしれませんですけれども、教育の世界では、うん、教育の世界ではもうメインですよ。というか今、勤めておりますけれども、明治学院大学が日本で一番古いキリスト教系、えーね、大学だし、それも当事者もそうですけれどもですね、そういう伝統があるから、例えば韓国はあのトライアングルメソッドというこって、教育、教会、教員。 ですからこうまあ三角形のそういう流れがあったんですけど、えーえー、日本はやはり教会と格好ですね。うんはい、病院はちょっとできなかったのは。 日本の政府の政策だったんですあ、そうでしたですですからもうアメリカ、医療選挙士が日本で自由に医療活動するのを許せないっていうことになったから、病院はできなかったけれども、ちょっとそういう違いもあります。でもですね、やはり、あの、パシズム時代ですよね。その前の段階でもずっと日本の政府は、キリスト教主義、いわゆるキリスト教の歌手眼が、 日本とそれから植民地である朝鮮半島に、うん、えずっと流れるっていうのは本当にこう警戒心を持ってみたんです。うん、ですから<う>できれば、はい、キリスト教を青年たちに、はいはい、子どもたちに伝えられないようにいろんな政策を作ったんです。ですからもう、うん、私立学校令とかねはい、はい、そういうことで、はいえー、請求科目では聖書を教えるのはダメとか。はい 修業教育はダメとか。じゃあ、学校を設立して、え、教育を活動するのッ OK ですけれども、この、修業的な信仰、信念は教えないでくださいとか。そういうことはあったんですそうでしたか。てか、その、韓国のケースですけれども、一番大きな問題がなったのは、あの、僕が勤めていて、ポ暴ョである、あの、四世大学ですね。四世大学は一番古い、一番大きい韓国の キリスト教主義大学ですけれども、はいえー、その大学の設立時ですね。はい、この大学で、うん、聖書科目とキリスト教科目は教えられませんっていうような、はいはい、そういう時代だったんです。そうだったんですか。ですから、ワンダーウルズはずっと何十年間準備したのに、<ー>これをできないかなと思ったんです。そ,その時、そう日本のクリチャンたちが、はいあの、ワンダーウルズにアドバイスしたんです。 別の方法がありますよこれ何ですかって言ったらじゃあいろんな学部を作るでしょ法学部文学部小学部作る時進学部を作ってください進学部にある聖書科目進学科目でキリスト教の科目で他の学部の学生さんを教育したら大丈夫ですよ法的にも問題ないですよ それを、なんか、アドバイスを受け入れて、四世大学を出発した。ですから、四世大学も実は、日本のクリスチャンたちの努力、彼らの自閉、彼らのアドバイスでできたっていうのは、この頃歴史学者たちが全部、あの、研究した内容です。あ、そうですか。もう別にも、もう、同志社大学も明治学院大学も、いろんな、こう、なんか波があったんですけれども、それをもう、うまく乗り越えたんです。 あうん、そうでしたかそういう中で本当にこう信仰の大先輩と言われる方々がこの激しい時代もあのもの、ね、ともせずに乗り越えていかれたということですよね、うんはいで。今私たちはそういうあの方々の大事な命がけの信仰のバトンを継承していくというこれは本当に大きなあの。 課題だと思うんですけど、はい、先生はその信仰のバトンタッチをするには何が一番必要だとそうですね歴史を専門するんですからはい、はい、まあ正直に申し上げるとですね<っ>歴史のいろんなキリちゃん人物の中でもちょっと秩母的な人物もいるしはい、はい、尊敬しなければならない人物もいるんですけれどもその基準から言えばやはり。はい あの、キリチャン先輩としてですね、うん、どのくらいイエスの思想、イエスの精神に従って生きていたかということですね。やはり我々はイエス様の弟子ですから、はいえー、弟子として自分の先生をどのくらい、うんうん、似てるような、そういう判断があったか、はいはい、それによってですね。うん やはり判断しなななければならないでで我々もそういう人間にならないと後輩たちにどういうふうに我々を見るかそ,う、ね、それが一番大きな課題であるしいですきり、ねはい、す、ね、シュエスキリストへのこう純粋なまっすぐな信仰どのようなことがあっても揺れたりしない一筋の,この信仰の姿勢というのをやっぱり大事にして。 あの受け継いできたことですしまたこれからも受け継いでいただきたいというところですね、はいはい、分かりました、まあ、先生は今明治学院大学で教えて若い方々を、はい、いつも目の前にして、はい、あの教鞭に励んでおられると思いますけれども先生の今後のビジョンはどのようなものなんでしょうか、はい、お聞かせくださいそうですね、はい、私四世大学の進学部のですね専任教授として12年ぐらいですね。えー あの教えて、うん、今度は日本にですね、うんはい、自分の活動の場所を変化したんですけど、えー、基本的に、えー、僕の専門として日本の方が今ちょっと興味があって、はい、研究の課題がこっちにあるから、うん、日本の資料を読みながらですね、えー、日本で学者同士で活動するのが一番大きな大事なものです、はい、それから日本の若い人々にですね、はい もうちょっとキリスト教の歌詞をちょっと伝えたいんですね。うん、すね特に大学のクラスでですね。はい、そういうことがまあ2番目の課題で。うんはい、それ三3番目はやはり日韓の関係ですよ。はいすね、日韓関係っていうのはこのまんまだとダメだっていうことが僕の今スタンスですから、これから未来の日韓関係をもうちょっと仲良く。 するために、特にその中には、キリちゃん同士たちが、そうです。どういうふうな役割をするか、それが3番目の課題でして、未来の日韓関係は、歴史の中の日韓でもないし、今の日韓くらいより、もうちょっと、あの、神様の恵みの中でですね、一緒に兄弟になる、姉妹になる、そういう未来を夢見ております。わ素晴らしいですね、ざいます。そのビジョンの実現に向かって、 日ごとに励んで、いかれること、を本当に心から、あの期待し、また。ありがとうございます。感謝いたします。まあ、本当に貴重な先生、お話を、いろいろ伺うことができて、ありがとうございました。本当にお忙しい中から、お越しいただきましたことを感謝いたします。はい。先生、どうもありがとうございます。ありがとうございました。 もっっと時間があったらいいのになと思うくらいたくさんのことをお聞きしたいところですけれども時間がなくなってしまいました特に近代から現代にかけての韓国と日本の関係それを学ぶという機会がほとんど残念なことですけれどもなかったことでした、まあ、古い時代の歴史は教科書でも学ぶことがありましたけれども今日日本と韓国が特にクリスチャン 手を取り合って良い関係を築き国と国との関係がもっと仲良くなって世界に貢献していく特にグローバルの時代にあってこの日韓が果たす役割はとても大きいということができると思いますまあ、そのために時間はかかりますがこれからも日韓の歴史を学ばせていただきたいと思いましたその意味でも先生がお書きになりましたこの本はぜひ皆様に読んでいただきたい おすすすめの本ですどうぞ手にされてそして今日を生きる日韓のクリスチャンの歩みその協力の仕方それを是非学んでいかせていただきましょう、はい、では今日は本の旅ここまでですまたご一緒いたしましょうありがとうございました